皆さんこんにちは。今回の動画は視聴者の皆様からのご要望にお答えするべく内容の動画です。ちょうど納車から1年経って不具合を見抜けず、ヤフオクで996彼らを買ってしまった私が、このおっさん彼らにかけてきた修理及び整備代金の費用をまとめました。購入時ヤフオク出品者のショップまで行って動かないミラースイッチとやれたがいそう。試乗して走ってみると多少もっさりはしていたが、キプトロの変速も異常なく走行していたので、この時は20万ほどかけて整備すれば機関系は問題ないだろうと安直に考えていたのが後の悲劇につながりました。試乗時の走行ではこうして問題なく、エアコンもよく効いて走行できていました。気になったのはもっさりした加速感ですが、996型の彼らに初めて乗った私はそこまで深く考えることはありませんでした。外装の状態は決していい状態とは言えませんでしたが、へこみなどの損傷もなく、気になる部分は塗装してキーパーコーティングでもすれば問題ないレベルと判断していました。内装についても年式の割にはいい状態と判断。気になったのはこの古臭いナビとエアコンから取り出すポルシェあるあるのスポンジ。これは3万ほどで直せるので大きな不安は感じませんでした。この車をヤフオクでスタート価格が諸費用別で195万円のところ、諸費用込みで値切りに値切って185万円で購入しました。その場で即金で即買いして喜んで乗って帰る帰り道、世の中はそんなに甘くありませんでした。高速道路での合流時、加速すると80キロくらいからかぶってまともに加速してくれません。何かがおかしいというより故障していると、この時初めて自覚したのです。試乗した時には普通に走っていたのに、と言っても当たり前です。一般道でこんな速度を出して走るわけにはいけないので、気づくにも気づけない。アクセルを優しく踏んでれば普通に走ってくれるので、とにかく自分の街までそのまま走行していきました。自分の街に着いてからも不安なので2時間ほど街を走り回って試運転をしていました。その時です。翌日に以前からお世話になっているショックさんに点検してもらうつもりでしたが、まさかここで止まるとは。かなり焦りましたが、エンジンは再始動できました。夜も遅いのでショックさんは閉まっています。仕方がないので馴染みのガソリンスタンドに直行。長く放置されていたような車なので、バッテリーかオルタネーターだったらいいなと希望的な観測。現実はそんなに甘くありませんでした。翌日お世話になっているショックさんに駆け込んでテスターかけてチェックするも、確定的な原因が見つからず、おそらくオイルセパレーターだろうという感じでした。テスターでは O2 センサーとミスファイヤーのエラーが拾われました。その多給気系や燃料系も要は全体的にまともではない状態ということです。すぐに購入したショップに電話。基本現状私が条件で購入したのですが、納車当日の故障ということで10万円の返金で話がつきました。これで購入価格は175万円ということになりましたが、この初回の修理代金は高額になってしまいました。そんな状態でもある程度は普通に走行できていたので、修理の予約日まで日にちがあった私は不具合でも乗り回したい衝動に駆られ、地元名古屋から京都まで2回も行って、その2回目の京都の帰りに高速道路でエンジンストールが頻発して走行不能になり、レッカーでショックさんに運び込まれる結果に、社長さんの言う通りオイルセパレーターは壊れていましたが、普通の壊れ方ではなかったようなので、ある程度走行できてたみたいです。結果的にこの時にその他の部品も劣化している部品を多数交換しました。この時の修理代が50万円。この後も修理代金を発表していきますが、書き込むのが面倒なので、興味のある方は電卓を用意して計算していってください。実際にお金を払った私が計算して書き込んでいくと、途中で動画の編集ができなくなる恐れがあるのでよろしくお願いします。こんな感じでオイルセパレーターは蛇腹の部分で破れてました。通常壊れる部分は他の箇所ということです。ほどなくして修理は完了。エンジンにつながっている劣化したホース類やその他の劣化部品も交換。これで完璧になったと思ったのですが、ショックさん曰く、走行時に回転数が突然下がる症状がまだ出るということ、エンジンストールまではしないとのことなので、名義変更もしなければいけないので、一旦出庫して様子を見ていくことにしました。この時の修理の後、アイドリングの不具合で考えられるのは、QL ラインの異常ではないかという疑念が残っていましたが、名義変更のために陸運局に向かう中、特に走行に異常は出ませんでした。私の素人の発想で、エンジンを下ろしての修理だったので、走っていればそのうち馴染んで、そのまま治るだろうと、またまた安直な考えでいました。名義変更後、すぐにタイヤを交換。このおっさん彼ら、どこで生活していたのか、履いていたタイヤがゴリゴリのスタッドレスタイヤ、さすがにうるさいわ、硬いわで、
たまらないのでタイヤ交換に行きましたが、高額修理の後でテンションも資金もどん底ですから、とりあえず中古タイヤを履くことにしました。この時のタイヤ交換費用は取り付け工賃込みで5万円、フロントは横浜タイヤ、リアはハンコック、キューブ山の程度のいいものをセレクト。前後でメーカー違いではありますが、修理代がかさんだので当分これで我慢してもらいます。本当はミシュランのポルシェ承認タイヤを履かせてあげたかったのですが、そんな贅沢は言ってられませんでした。その後もこうしてワイパーブレードなども交換したりしましたが、細かい部品の費用は忘れたので適当に加算しておいてください。次に行ったのは納車時からあったリアバンパーの傷の塗装です。ただでさえ古い車に傷があるのはみすぼらしいので、早急に仕上げたいということもあり、馴染みのガソリンスタンドで依頼。本当は信頼している板金屋さんにお願いしたかったのですが、予約でいっぱいなのでやむなくという感じでした。一つ良かったことは、キャンペーン価格で費用が3万円弱で済んだこと。リアバンパーの塗装を済ませた後に余計に気になってきたのがボンネットの色あせ。再度ガソリンスタンドで塗装を依頼。色が合わないのでボンネット1枚だけ塗るわけにはいかず、フロントフェンダーも両側とも塗装してもらいました。以前の動画で挙げていますが、1度目の塗装の仕上がりが悪く、これは2回目の塗装が上がってきた時の状態。綺麗に仕上がってました。その費用は12万6千円でした。リアフェンダーも手直ししてもらって完璧な出来上がり。次はこれ、996型の少しやぼったい純正テールがしっくりこない私。ヤフオクで見つけた LED テールレンズ。見栄えは997型のようになってしまいますが、こっちの方がかっこいいので迷わず購入。送料込みで34,000円。お値段以上の満足感でした。ヘッドライトは納車後すぐにコーティングしましたが、気に入らないので再度他のガソリンスタンドで2回目のコーティングと、ボディにダイヤモンドキーパーを施工しました。ダイヤモンドキーパーはキャンペーンを利用して5万円、ヘッドライトコーティング、ガラス面撥水加工を合わせて3万くらいでした。この頃には納車時の状態と比べたらもはや別の車になったおっさん彼ら。この喜びもつかの間、この後エンジンストールとの長い戦いが始まりました。この頃たびたびエンジンストールが発生しましたが、エンジンの再始動はできて、翌日には何もなかったように走行していましたが、突如エンジンルームからすごい音がして慌てて停車。すぐにレッカーを依頼。翌日ショックさんに運ばれ、故障原因が判明。ポルシェ名物のウォーターポンプの故障でした。と入ってもこの車25歳なんですよね。ある意味壊れて当然な年齢でした。交換歴がないので今まで持っていたことが逆にすごい車です。ラジエーターの液が漏れなかったのはポンプの軸が折れただけなので、こうしてベルトが切れてくちゃくちゃ、そのまま走行していたら大惨事でした。これが折れてしまったプーリーの軸です。この故障で2回目の大手術を決心。エンジンストール対策では吸気系の不具合も疑って、中古のインマニをヤフオクで入手。それを補修してもらって、他にもエアマスセンサー、燃料フィルター、エアコンから飛び出すスポンジ対策のヒーターフラッグ交換、その他もろもろで、この時の修理および整備費は32万円ほど。それでも直らないエンジンストール問題。そもそもストール問題についてはショックさんから最初に燃料ポンプの交換を勧められていたのですが、なんとか安価なパーツから試して直していきたいという貧乏人の浅はかな思考で、ここから素人ならではの間違いが始まります。ネットで調べてまず怪しいと思った部品がこれ、キャニスターパージバルブ。何の役目かよくわかりませんが、とりあえず交換することに。この時の費用は約3万円ほどでした。交換後効果なし、失敗。次に私が疑ったのはレファレンスマークセンサー、要はクランクセンサーです。これもネタ元はネット情報でした。かなり面倒な場所についている部品で、素人が DIY でやると手が血だらけになりそうな作業でした。この時の費用は3万5千円くらいだと思います。この部品交換後もちろん効果なし、失敗でした。まだまだ戦いは続きます。次に目をつけたのはやはり燃料系しかないと思い、 QL レギュレーターと燃料系にまつわるリレースイッチ、 QL ポンプリレー、 DME リレー。少しずつストール症状は減りましたが、やはり決定的な効果はありませんでした。ショップの社長さんにはそろそろ燃料ポンプの交換してみてはと勧められるも、性格上壁にぶつかって倒れるまで突き進むアホな性格の私は、まだまだ我が道を突き進みます。この記事を見てアイドルスタビライザーの洗浄をしてみることに。この部品は純正品で買うと8万もします。洗浄でも多少の効果が期待できるということらしいので、早速やってもらいました。予想通り結構な汚れ具合。
ショックさんに丁寧な洗浄をしてもらいました。効果のほどは確かに吹き上がりが良くなりましたが、その後もストール症状は治りませんでした。失敗、費用はそんなにしなかったので忘れました。その後すぐにヤフオクで社内品のアイドルスタビライザーを9800円で手に入れて交換することに。純正品で8万円する部品をどこの馬の骨かわからない社内品を買ってつけるチャレンジャーだと、この時は視聴者さんに褒められた記憶があります。交換後の効果はありませんでした。失敗、費用は大した金額ではなかったので忘れました。その後も私の挑戦は続きました。次の部品はスロットルバルブスイッチ。ヤフオクでボッシュ製のものを見つけたのですぐに落札。価格は少し高めでした。18,000円。それでも純正品よりは安いはずです。この部品、視聴者様より情報がありました。交換時に設定が必要になるということでした。ショックさんに言ったらやはりその通りで、 DIY で交換するのは無理な部品でした。情報ありがとうございました。それで効果はあったかというと、もちろん効果なし。また失敗、費用は交換代込みでも3万しませんでしたが残念です。まだまだ戦い続ける私が次にやったことは、ラジエーターのサーモスタット交換。以前からショックさんに注文していた、純正の設定よりも低い温度で作動するサーモスタットなんです。エンジンストールは水温が高い時に起きるので、これで新たな対策をしました。この部品の交換時に、ラジエーターの洗浄も依頼しました。洗浄といっても、こうしてバンパーを外しての作業です。作業代はそれなりにかかりますが、25年間手入れしてない場所ですから、やっておいた方が今後も安心です。サーモスタットの交換くらいなら費用はかからないように感じますが、ラジエーター液を抜かなければいけません。結局その費用もかかってきます。どうせ抜くならこの清掃時もパイプなども外せるので、しっかり洗浄ができますし、ちょうどいいタイミングでした。作業代は合計で10万円くらいだったと思います。この整備の効果は適面でした。水温は以前より低くなって安定しますし、多少の渋滞を食らっても水温はあまり上昇しませんでした。その後はしばらくストールも出なくなったので安心していたら、今度は黒煙を吹き始めたんです。そうです、ポルシェ名物 O2 センサーの故障。以前に型バンクの O2 センサーは交換していましたが、この時は交換してない方の O2 センサー。この部品はボッシュ製にしておかないと、変な社外品に交換すると後で厄介なことになるので、少し高いが仕方ないのでボッシュ製のセンサーに交換しました。費用は4万円弱だったと思います。ラジエーターのサーモスタット交換とラジエーターの洗浄も1ヶ月以上ストールせずに過ごしてきましたが、またのエンジンストール、もうこの時の腹は決まっていました。そうです、最初の頃からショックの社長さんに言われていた燃料ポンプの交換、もうジタバタしても仕方がないので、素直に社長の言うことを聞くことにしました。レッカー搬送で運ばれたおっさん、彼らはすでにショックの社長が事前に調達済みの燃料ポンプに速やかに交換されました。やはり取り外したポンプは現在まで交換された形跡はなく、新車当時からのものがついていたようです。ホースの汚れ具合からすると、おそらくポンプ内やホースの内壁にはたくさんの汚れがあり、このカスが時折剥がれて燃料系の経路を詰まらせてエンジンストールを起こしていたのだろうと思われます。燃料ポンプの交換後からは、以前に挙げた動画でお分かりいただけると思いますが、一度もエンジンストールを起こすこともなく、納車以来1年長く続いたエンジンストール問題は解決したものと思います。燃料ポンプの交換費用は8万弱でした。おっさん彼らは現在板金塗装の種板金屋さんに入院しております。今までの合計額に現在出している板金修理費用約17万円ほどを足した金額の合計が、納車後1年間の総合計額になります。正直私は100万円の大台を超えてからは計算していないので、皆さんの電卓の数字が答えです。私としてはおっさん彼らを300万で買って完璧な整備をしていくらかかかったかなと自分に言い聞かしています。視聴者の皆さんの中にはバカなやつだと思われる方々もいると思いますが、私はそんなに後悔していません。今回のことで今後またポルシェを購入する時のための勉強代だと思っています。皆さんにただ一つ言いたいことは、ヤフオクには気をつけろと言っておきます。ポルシェの購入は、私が現在お世話になっているようなポルシェの修理や整備ができるショックさんで購入してください。それでは今日はこの辺りで。またね。